カミル・マリネスクは、ルーマニアの指揮者、ブカレスト出身、9歳からファゴットを習う。その後、ブカレスト国立音楽大学で、ファゴット、作曲、オーケストレーション、合唱を学ぶ。演出を、コンスタンティンブゲアヌ、ミハイ・ブレディシアヌ、クリスティアン・マンデアルの各氏に指示。フランスでは、ピエール・デルボーに指示。イオネル・ペルレア賞受賞。1991年、 ブカレストのオペラの常任指揮者に就任した。同時に、1993年には、ヤシの国立フィルハーモニー管弦楽団の指揮者に任命された。また、国内外の多くのオーケストラやオペラハウスの指揮者として招かれている。カミル・マリネスクのレパートリーには、公共曲、オペラ、バレエなどの古典ロマン派のレパートリーと、20世紀の重要な作品の大部分が含まれていた。 2002年からは日本に滞在し、大阪教育大学、京都大学で指導をしている。2020年、世界中に蔓延していた新型コロナウイルス感染症に感染。3週間の闘病生活の後、同年7月27日に死去した。55歳没。1998年に大阪シンフォニカー交響楽団に入団し、その後、 ハーモニア素質内管弦楽団のコンサートマスターなどを務めるチプリアン・マリネスクは実定。ありがとうございます。